よーお前らテレドアということで、今回なんですけど、今回はですね、アモンガスガチプレイで遊んでいこうと思います。さあタスク一つ無事できたんだけど、これ言っとこっか。タスクできた人いる？いないならこのゲージ自分と。これみんなね、左上見てもらうとわかるんだけど、今回ね、会議でタスクゲージが出てくる設定で、お、黒隠しろって言ってくれてるね。これね、ゲージ的にタスク1だから、僕クルー確定なんだよ。はい、ナイス。エアシップはね、宿舎に湧いて、このルビー磨きすれば、ワンチャン白角取れるからね、超おすすめです。ちなみに、今回の試合ね、役職なしで、アドミン禁止で、ガチのルールだからね、真剣に遊んでいこうと思います。さあ、緑エレキにいた。ちなみに、この真剣勝負楽しみな子は、高評価チャンネル登録してってね。よろしく。ちょっとエレキ怖いから長居したくなかったけど、停電来たね。はい、直します。タンがいて、青もいたね。おっと、オレンジは見てないけど、緑発見したか。なるほど。エレキ。青、タン、自分貨物って言っとこう。さっきまで緑とエレキ一緒だったと。今回出で直したって言っとこう。カメラにグレーがいて直近だったのが、緑の自演。エレキのどこか聞こう。直近やったら自分白出ると思う。そうだね、青無理だね。黄色、白、ピンク、黒無理と。白がアーカイブダウンロード厳しめ。てか、黄色って誰だ？黄色いなくね？黄色、誰？黄色いないな、わら。言い間違いか。白紫はカメラ的に無理と。待って、白紫、ピンク、黒、青も無理だし、タンも無理だし、水色と緑のセルフと黄緑ぐらいしか、できなくね？トリムはキーチかセルフと思ってもらえればと。水と黄緑はって聞こう。でもグレーさ、白紫カメラで見てるんだったらさ、犯人はカメラの方向から入ってきてないでしょ？メインから入ってきた人かグレーになるのか、それか緑の自演か。まあ紫は白がダウンロード始めるところ、赤がいたと。黄緑はキッチン脇のエンジン通ってその近くの弁当掃除。まあエンジン通ってメイン行ってエレキ行ったらキルできるけど、これエレキいたって言ったけどタンから白出そうなんよね。停電直してるの自分だから、タンと青から白もらえるはずって言っとこう。水が嘘ついてたらキモすぎるからないのでは？すいません。ライムメインから可能やな。グレー全く一緒のこと僕と思ってるね。あと初日で隠しろ。ね、自分。これは言っとこう。確実に僕白だからね。さあ、どうするか。まあ、グレーもカメラだから可能っちゃ可能だけど、まあ、カメラ使って死人落としてそっから直近のキルって結構むずいんじゃないのかな。緑が仮にエレキで長いロングタスクやってたとしても、そんな犯人と会わないことある？だって、最初からエレキにいて、長いするのって 1,2,3,4,5,6,7 の順番の長いタスクじゃん。僕あのタスクちょっと嫌いなんだけど、あれをするってことは、エレキのいろんなところを走り回らないといけないから、今のところ緑のセルフ説が8、ライムが2割ぐらいかな。まあ、どっちかの中に確実にインポスターいそう。僕目線グレーはかなり薄い。お、グレーボタン押してくれたね。ナイス。スキップか？まあ、これはスキップでいいんじゃないかな。サンロラはね、ぶっちゃけ好きじゃないです。はい。派遣でどういう動きだったっけ？エレキでアスタリスクタスクやってたらど真ん中ら辺にしたいってミドルが言ってたんだよね。自分ガシャコンしてて発見って感じですね。いや、ガシャコンしてたら犯人見えるだろう。しかも真ん中に死体なんでしょう。だいぶ緑っぽいけどな。あと青ってどこにいんのやっけ？貨物。青は、切る関与、無理って言っとこう。黒から青無理なの絶対？単見えてなかったのか。青貨物のガソリンのとこから最後走ってきたと。まあ、それに、エレキから貨物僕が走ってきてるから、無理なんだよね。はい、ということで何も起きずにスキップがされましたと。とりあえずアーカイブのタスクどんどんやってこう。最近ね、考察とか死体発見も大事だけど、タスクをね、めちゃくちゃするようになりました。僕。だけどね、やっぱ死んじゃうとき死んじゃうね。タスク優先すると。だからうまい具合に、安全な時にタスクやってって感じにしてる。さあ、本しまい終わって紫選手がいて、これちょっとミーティング行こっかな。はい、よいしょと登っていきます。タン怖っ！大丈夫かなこれ。
大丈夫そうなので押しますと。ナイス。今手で治ったんだね。よし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 。あざ、単なんか、ちょっとクルーっぽかったけどな、今の。どうなんだろうね。隠し路の僕が登ってきたから安心してタスクやったように見えた。はい、スキップされましたと。さあ、どんどんタスクやってくよ。金庫のね、この置き換えタスクが余ってるので、やりまして。はい、ナイス。アモンガス、そういえば、新マップ来たけど、やっぱりガチプレイだったらエアシップが一番面白いんだよな。僕的にアドミン禁止のエアシップの全役職なしが一番バランスが取れてると思う。さあ、青がいて、多分これボタン押してくれる感じかな？ちょっと待っとこう、この辺で。はい、ナイス。クソタスク多すぎて腹立つ。いいね、スキップ入ったね。さあ、こっから頑張っていくぞ。とりあえず、シャワーのタスク終わらせていきましょう。タオル拾って、お、ちょうど配線もあるじゃん。ラッキーラッキー。はい。タオルを。なんかこれさ、タオルさ、しまえない時あるよね。このクシュってなんないの。これバグなのかな？はい。時折フェイクタスクに見られそうで嫌なんだよな。あ、できたできた。ナイスナイス。さあ、通信が来て、ターン置いていきました。これちょっと覚えてないとやばそうだな。おそらく貨物とかエレキあたりでキルが起きてそう。ターンついてきてるね。オッケーオッケー。さあ、通信にいたのは、水白ピンク担当。オッケー、把握。お、今、チラッとライムがメインから出てきたね。ピンクこれ多分ボタン押してくれる感じかな？じゃあ僕はちょっとタスクやろっかな。おっと、押してくれなくて？ちょ、これメモしとこう。通信、来たのは、水白、ピンク、タウン、自分と。シャワーコミュサボ明けにはバイタルで死亡確認。なるほど。あ、ピンクもメモしてくれてるね。え、シャワーで死んでるんだったらさ、さっきライム、メインから出てきてたよね、エンジンに。うっす。死体シャワーな、白は無理ですと。紫どこか聞こう。最終展望、紫展望。ライムじゃね？これ、経路的に。ライムの動きは、わかる？経路気になる。え、アーカイブ脇でシャワータスク、電気行って通信の方へと。ちょっと厳しいルートね。まあ、ライム入れるか、これ。普通にライムを筆頭かな。通ったね。ライム選手、さよなら。今までありがとう。まあでもここでライムを釣っておくことによって、初日の容疑者がグレーか緑に絞れたから、これは後から効いてきそうな釣りになるかな。さあさあさあ、あと僕タスク結構終わってるぞ。ちょっと一番離れてるミーティングから行きたいけど、これ怖いな。いや、まあゴリ押すか。誰か証拠機使ったね。あの証拠機戻ってきたらマジ怖いな。ワンチャンインポスターかもしれないし。はい、配線タスクやって、大丈夫か。ピンクか。よかったよかった。じゃあ僕証拠を使おっかな。緑登ってったね。グレーいる。どうしよっかなこれ。タスクあと二つぐらいだけど、もうそのまま行っちゃおっかな。いや、待てよ、死体探し行こう。ピンクが上がって紫いて、緑、グレー。これ奥死体ないかな。あ、ないね。紫今ゴミ捨てしてたのか。もう一回右回りで一周するか。タスクあと二つ。しんどいけど、こっち先にやっちゃうか。シャワーの方。ベントだけ気をつけ、待って、リアクター来たか。これどっかでキルされたんだろうな、きっと。どこだ？エレキとか？は？マジかよ。これライムじゃないのか。待って、これ残り5人しかいないのか。待って、3キル？今回、確実に2キル分は、キルクールあったけど、おそらく2人インポスターいるね。3キル分はないはず。トリマ、タンは冷えすぎです。多すぎるっぴ。白ってどこおんの？確かに今回白1回も会ってないね。で、基本リアクターを鳴らすのって、下でキルしてクルーたちを上に上げたい時だから、つまり死体隠したい時だから、めっちゃ下でキルされてんだろうな。自分も白死人なしって言っとこう。白最後ならメインいたで。なら余計怪しいね。まあこれでも、初日のキルから考察したいな。ライム釣っといた意味がなくなっちゃうから、話切り替えよう。一番最初のキルって緑グレーライムだよねってとこ。そうやね。まあ白投票したい気持ちもわかるけど、これ確実に緑をやってるな。緑かグレーどっちか行きたいけど、
どちらかならば、緑。もしグレーならここ通報するのナメプでしょう。マジそれはそう。ショッターライムで落ちてるだろう。いや、3キル分はキルクール無理だね。落ちてないからこうなってんねん。え、初手容疑で釣るのマジ。当たり前だろ！とりあえず一旦ね、確実なインポスターを釣ろう。はい、票入った、ナイス。さ、これで残りインポスター1でしょ？さすがに、これでグレーだったらもう天才って言うしかない。あ、そうだよね。ナイスナイス、よかったよかった。まあ、あとは順当に考えて、今回緑を釣ってくれたグレーは無理。かなり協力的だからね。そして紫は経路的に、さっきキルは無理だったんじゃないかな。で、一回も見てない白は、おそらく、下でめっちゃキルしてたと思うんだよ。誰かボタン押してくんないかな、これ。とりあえず僕死体探そう。もうこれタスク無理だ。あとシャワーの覚えゲーのやつだけだけど、他のみんながタスクできてないと思うから、カメラ瞬間切り替え。うわー、全然映んないなーこれ。やばいなー死体。これ仮に僕がどっかでキルされちゃったとしても、待ってやばいこれ。大丈夫か？停電来たね。誰か死んでる？死んでない。これちょっと直し行こう。とりあえず。タスクやりたいけど無理だろうなこれ。手で開けたら、とりあえずバイタル見よう。誰か死んでないか。死体隠されたらこれガチ終わりなんだよな。どう？まだ生き残ってるか。ナイスナイス。とりあえずメイン上がってグレーいるのか。はいはいはい。よいしょ。白いたね。紫いる。これ。え、ちょっと待って。こんな道の真ん中でキルするの。うわー、これで停電か。ちょっとこれまずいかもな。今多分、電気みんな直しに行くでしょう。キルクル溜まっちゃうんじゃないかな、門番されたら。うわー、これ負けかな。停電直ったけど、多分キルクルあと6秒ぐらいで開けるでしょう。白どこ行った？あれ？門番してないのか、これ。頼む、誰か！死体はここです！あ、ナイス！よくやった、ナイスすぎ！ナイスグレー！さあ、そして、これ絶対勝てただろう。それはそう。どこすか、メイン。白やね。門番してたら勝ってたやんと。ね。まあ、多分、電気落としてワンチャン、と思って、左下の停電のとことか行っちゃったのかな。僕だったら、あそこでキルしたのなら、メインの暗室で隠れてキルクール貯めて待っとくかな。緑白しかないよな。うむ。白黒メインに置いていったら停電来たしと。さあ！白に2票入りました！ナイスすぎる！はい、白釣られて。よーし、ナイス！ナイス！発見噛みすぎ。はい、ということでみんな今回の試合どうだったかな？久しぶりのガチプレイだったんだけど、まあ、ライムのキルの時も緑がやってたんだろうね。まあだけど、あの時にライムを釣ったから確実に緑って撃てたわけだし、ライムにはね、ちょっと申し訳なかったけど、釣られてくれたことによってね、勝てた試合だったね、今回。そしてね、まさかのトリプルキルだよね。久々に見たわ、トリプルキル。やっぱりあの、ボタン意識は大切だなとすごく思いました。ははは。あとやっぱこのマップエレキ本当にキル起きやすいね。で僕ね、あの初日に隠しろもらってた技だったんだけど、こういう風なね、スイッチを上げて電気を通すようなね、二つで一つクリアのセットのタスクじゃなくて、この金庫室のルビータスクや、このね、置き換えタスクみたいな一個やったら一個ゲージが動く。そんなタスクは最速でやると隠しろ取れる場合があるからね。ぜひみんな試してみてね。ザスケルトとかだったら、カードスキャンとか。部屋の設定によってはね、タスクの白出し禁止とかもあるから気をつけてください。はい、ということで、この動画が面白いな、神試合だったなと思った子はぜひ、チャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ジャーナインポスター。